から買っていくから。すっごい重いの。言わなきゃトマトだよ。見てたらね、ハートっていう猫ちゃんに見えてきたんだけど。こんにちは、シェルです。クリスマスシーズンといえばプレゼント、ギフトをあげたいし、もらいたいし、みたいな。まあその中、自分が一番欲しいもの何なのかなっていろいろ考えたんですよ。コスメだったり、スキンケアシリーズだったり、まああとはまあハイブランドとかいろいろ見たりして。それで一番欲しいなって思って、たのがみかん、そうみかんだったんですよ。ただただ美味しいみかんが食べたいなと思って、冬なのにねまだみかん食べてないなってなって、そうで、それで行ってきました、伊勢丹へ。伊勢丹に行ったらめちゃくちゃ美味しいみかんあるんじゃないかなと思って、結局すっごい重い、何キロあるんだろうっていうぐらい、まあ、伊勢丹でねたくさん買ったんだけど、帰り際に、はい、こちらフルーツといえば高野、すっごいいい香りがする。高野も見つけたので、まあそちらでもねちょっとフルーツを購入してきました。でちょっとね面白いものも買ってきました。というわけで一人フルーツパーティー開催です。でまずはこちら、はい、プラスチックのケースに梱包された、はい、いちごです。はい、こちら一粒入りのあまおう、こちら福岡県産のあまおうって書いてあります。こちらのお値段一つ864円です。形も色もすごい綺麗なんだけど、ものすごい大きなわけではない、かさ増ししてる感じです。続きましてこちら二粒入りのいちごですね。こちらは徳島県産の桜桃いちご、二粒入りで1080円、一つ500円ぐらいですね。先ほどのあまおうよりは少しだけ小ぶりな感じかな。一つ一つが立派ないちごです。箱からもいちごの香りが溢れてます。で続いてがすごいワクワクした、こちらがバナナです。これ何がすごいって、皮ごと食べれるバナナという。一つ648円。高級。かつてない体験、かつてない高級感という。こちら宮崎県で作られた農薬不使用のバナナ。一般的なバナナに比べて濃度が高いだけではなく、芳醇な香りとねっとりもっちりとした口当たりが特徴の贅沢な一品です。こちらは、愛媛県産紅マドンナという。こちらのマドンナさんはお値段1個1296円。すごい、重量感があります。これ私ね、綺麗なトマトあるなと思ったら、こちらは柿です。漢字が読めなくてごめんなさい。和歌山県産の柿です。こちら864円です。普段見かける柿よりも二回りほど大きくて、さらに色がレッドオレンジな感じなので、結構こう赤みが強いんですね。なのでトマトかなと思ったら柿でした。お店でもインパクトありました。こちらアメリカ産のメロゴールド、グレープフルーツよりももうちょっと甘みがあって食べやすいものと情報を仕入れました。お値段が864円です。こちらが私のお目当てのみかんです。出島の花というかなり糖度の高いみかんと聞きました。お値段が1404円のみかんです。何個入ってる ?8 個入りだから1つあたり180円ぐらいのみかん、これで冬を過ごせそうです。高野で買ったのは何かと言いますと、2つ買ったんですが、はい、こちらもいちごです。キラピに香りと書いてあります。こちらは1粒600円のいちごです。ラストは、はい、はい、こちらもいちごです。とちおとめ。はい、こちらね、2粒入ってるんですけど、個人的にこの子わかりますか?これがさ、ハートの形してて、なんかラブマジックっぽいと思って、この子選んでしまいました。こちらのいちごも2粒で600円です。そんな感じでフルーツをいろいろ購入してみました。かなり大きなこのメロゴールドっていうのがすごい気になる。すっごい重いの。どんな味なんだろう。皮ごと食べれると言われているバナナ。本当に皮ごと食べれるの?結構酸味がある感じのバナナかもしれない。いちごはこんな感じでいろんな種類を食べ比べしたいと思います。お目当てのみかんが全然注目されてない。みかんを食べるが私の夢だからさ、いろんなフルーツ買ったけど、だいたい1万円弱ぐらいのフルーツの爆買いです。贅沢すぎるフルーツの食べ方ですね。柿、紅マドンナ、メロゴール、出島の花、ネクスト716、高級バナナです。いちごは高い順からあまおう、キラピカ、桜桃いちご、とちおとめ、メロゴールド、こんな感じ。結構周りの皮の部分が厚くて、ちなみにさっきさ紀ノ国屋行ったら結構安く売ってました。そんなこともあるよね。小さい種があるかも。ちょっと綺麗に剥けたんじゃない。食べやすくしてみました。紅マドンナと普通のみかん置いてみるとこれぐらい大きさが違います。ちょっと普通のみかんパカってやってみようか。
綺麗。皮が薄い。ギリギリまで実って感じ。よいしょ。あ、いい香りだ。マドンナさんはね、この皮、薄皮がすごい少ないのよ。このまま食べれますね。これほんと、言わなきゃトマトだよ。あ、後ろ見るとわかるね。食べ頃って感じ。あ、美味しそうな柿です。まあ、包丁で皮むいたんですけど、トゥルンって剥けるぐらい、すごい剥きやすかったです。そして種なしの柿ですね。こちらはもうこのままにします。本日のイチゴたちです。ちょっと食べ比べをしたいので切っていこう。こちら、アマオー、キラピー、サクラモイチゴー、タチオトメ。まあ、見てたらね、ハートっていう猫ちゃんに見えてきたんだけど、可愛いので飾っときまーす。こちらがちょっと贅沢なフルーツ盛りでーす。ではこちらの高級なフルーツ盛りを食べていきたいと思います。最初はいちごの食べ比べをせっかくなのでしたいと思います。一粒500円とかするいちごたちです。まずこちらのとちおとめからいただきます。うん、すごい美味しいけど、よくあるいちごだね。結構食べたことのあるいちごかもしれない。ではじゃあ続きまして、こちらの桜桃いちご。うん、後からすごい甘みがきた。うん、すごい甘みがきた。ふわってきた。美味しいね。キラピカ。いただきます。あ、これは香りがすごい美味しい。なんか結構味が薄く感じたかも。はい、最後こちらのアマオーいただきましょう。アマオーだけ半かじりするね。うん。美味しい。美味しいけど、いちごって感じかな。あれ？感動がないぞ、どうした。アマオのところですごい感動する予定だったんだけど、2年前ぐらいにマリヒメっていう木箱に入ってる1粒1000円のイチゴを食べたんですよ。それはすごい大きくて、甘み、香り、酸味、全てが美味しかったの。今回あったの買ったんだけど、全部ちょっと普通に感じちゃった。どうしよう。すごいうわってはならなかった。あらら。桜桃いちごはなんか内側からの甘みがすごかった。うん、美味しかったです。メロゴールドいきたいと思います。グレープフルーツみたいな感じなんだけど、粒がすごい大きいの。一粒一粒プチプチしてるのが。あ、メロゴールドはすごい食べやすい。あの、苦味がないね。なんか私グレープフルーツ苦手なんですよ。その理由は結構苦味とかが気になっちゃって、だからグレープフルーツジュースとかもあんまり飲めない、苦くて。そういう苦味が苦手な人とかはこのメロゴールドすっごいおすすめ。私メロゴールドジュースとかあったら買うわ。だから一旦柿、柿、うん、柿って買った時結構硬いけどさ、そう、これすごいね、皮むいてる時から柔らかかった。いただきます。うん、なんじゃこりゃ。この柿は美味しいっす。もう2個目、これはめちゃくちゃ甘い。糖度がものすごい高いと思う。美味しい。マドンナ、すごい濃くて甘くて美味しいけど、柿の後はちょっと間違えた。柿は最後に食べなきゃいけなかったかもしれない。マドンナ、味が濃いね。薄いさ、皮、あれが本当に少なくって、そうそう、そのまま食べれる感じだった。みかんみたいな感じで、そのまま食べれる感じ。はい、こちらは皮ごと食べれるバナナです。こっからかぶっていくから。いただきます。そういうことか。あの、皮がものすごいシャキシャキしてるの。すっごいシャキシャキ、ネギかじった感じっていうのかな、すごいシャキシャキした食感でバナナが楽しめるって感じなんですけど、そのシャキシャキが気になりすぎてバナナの甘さが伝わってこない。でも皮はそんなにさ甘くないから、バナナを食べながらこんなにいろんなことを考えたの初めて。これあれですわ、あの、ちゃんと剥いて食べた方が美味しいと思う。なんかそんなにすごい甘いわけでもない、普通に美味しいバナナ。皮ごと食べると面白いんだけど、シャキシャキしてて、もしかするとその皮に栄養分とかがあるかもしれないんだけど、バナナはやっぱりちゃんと剥いて食べた方が美味しいと思います。最後お待たせしました。私が一番食べたかったみかんです。ね、これが目当てだったのにね、いろいろ寄り道した感じなんですけど、皮が薄いみかん。うん、うん、皮の皮が結構しっかりしてるかもしれない。それこそさっきの紅マドンナ、あれはあの薄皮がめちゃくちゃ薄い。みかんめちゃくちゃ甘いね。はい、というわけで今回はフルーツの贅沢食いでしたが、優勝は
柿です。はい、もう圧倒的1位。あの柿はめちゃくちゃ美味しい。漢字が読めないんだけどすごい美味しい。スルンってとろけていくし、もう甘みが半端ない。今クリスマス年末ということで、まあ、ギフトを送る機会が多いので、だから結構高かったと思うんだよね、一つ一つの果物が。正直お値段以上ニトリじゃないけど、その感動な部分ではちょっとイチゴとかは弱かったかな。あとは先に柿を食べるともう柿の甘さが強すぎるっていうのは勉強になりました。あのフルーツ大好きなので、気になるフルーツあったらまた買いたいなと思います。というわけで今回はフルーツをね贅沢食いしてみました。今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。